ホイリゲホイリゲとは、オーストリア東部に見られるワイン酒場。ワインの作り酒屋が自家製ワインを売るというのが建前なので、ビールなどはなく、料理も簡単な家庭料理をセルフサービス方式で頼むところが多い。ワインは主に白ワインで、ジョッキ型のグラスに入っている。肉の燻製、ピクルス、黒パン、ゆで卵、生のトマトなどが料理として出される。ホイリゲは、酒場以外に、 イギリスのパブのように社交場として機能も有している。17世紀後半、オスマン帝国との戦争で、ウィーン市内ではワインを入手しにくくなったため、人々がウィーン郊外の農家に自家製ワインを買い出しに行くようになったのが始まりとされる。1789年、当時の新生ローマ帝国皇帝ヨーゼフ2世が、ウィーンの農家に自家製ワインの販売許可を発令して以来、 毎年11月11日に樽を開封し、向こう1年間その年の新酒を販売するようになった。ホイリゲとは本来、今年の新酒を指すのである。その後、自家製ワインと簡単な食事を提供する、店の営業が許可されたのをきっかけとして、自家製、ホイリゲと料理を自宅の庭等で提供する居酒屋を、ホイリゲと呼ぶようになった。ホイリゲ本来のホイリゲは、 小さな店であり、店の主人は自分で栽培した葡萄で醸造したオリジナルのワインを提供していた。新酒ができると店の軒先にも実などの木の枝を束ねた。物が吊るされ、客や新酒の評論家は酒を求めて店に集まった。店主の中にはワインがなくなると次の収穫まで店じまいをする者も,もいた。自家製ワインを出し、簡単な料理しか出さない居酒屋を特に、 ブッシェンシャンクという、現在もグリンチィングの街などウィーン郊外9カ所ほどにホイリゲで有名な街が点在している。しかし、ホイリゲという名称は商標登録されていないことから近年では自家製ワインを出さないホイリゲ風レストランがホイリゲと名乗って観光客目当てに営業を行うケースが増加している。観光地として有名なグリンツィングには ブッシェンシャンクはもうほとんど残っていない。夕方以降のホイリゲに行くと、バイオリンを主体とした小グループによる共同音楽の演奏によく合う。これがシュランメル音楽である。19世紀半ばにウィーンで活躍していたシュランメル兄弟がホイリゲで演奏を始め、評判になったのが始まりと言われる。ありがとうございます。